山田です。今回の動画では1泊3日でタイのプーケットに来ているので、持ってきた荷物を紹介します。動画の構成としては、持ち物紹介、パッキング、最後におまけとしてホテルの紹介をしたいと思います。最後まで見ていただけますと幸いです。持ってきた荷物を広げてみました。まずパスポートですね。で、次に財布はワークマンのコンパクトウォレット780円です。タイはまだまだ現金を使う場面が多いですし、小銭もよく使うので、こういった小銭が見やすい財布がおすすめです。で、この小さい袋には日本円とクレジットカード、そして海外のラウンジに入るためのプライオリティパスが入ってます。クレジットカードは楽天のものを使っています。用途としては空港でのカードラウンジの利用用です。今回は前回にタイに来た時の余った現金があったので使えませんでしたが、キャッシング用としても持参しています。プライオリティパスは楽天カードに入った時についてくるものです。リップクリームは飛行機やホテルで乾燥しやすいので一つあると便利です。イヤホンはイヤハンを使っています。ノイズキャンセリングがしっかり効くので、耳栓代わりにも使ってます。次に日傘ですね。これは無印の商品です。帽子が苦手なので日傘を使ってます。充電器は無印の急速充電ができるモバイルバッテリー付き充電器という商品を使っています。前回までは 2000mAh のモバイルバッテリーと充電器を使っていたのですが、重かったのとそこまで容量が必要なかったので、今回はこの軽量でシンプルなものを使っています。で、充電器とつなぐタイプ C のケーブル。洗面用品にはダイソーのヘアバンドとコーム。あとは無印の容器にニベアと水に強い日焼け止めを詰め替えて持ってきています。基本的には日傘を使うので日焼け止めは持ち歩かないんですが、今回はプールや海に行く予定があるため持参しました。あとは糸ようじですね。今回はホテルに歯ブラシが用意されているので歯ブラシは持ってきていません。洗面類ではないのですが、イブを持ってきてます。片頭痛持ちのため、どこに行くにもこれが必要です。衣類は泳ぐので、海パンと上に着るインナー、それから下着、T シャツ、これはどちらもユニクロの薄手のものを今着ている分を含めに2着持ってきています。今動画にはその2着目が出てないのですが、今撮影時点でお風呂上がりなので、汚れたものとして下着と一緒にこの圧縮バッグの裏側にまとめてます。あとは日本で着る予定の長ズボンです。今短パンを履いてるんですが、日本だと寒いので空港に到着したら着替える用で持ってきています。この丸まってるのがウルトラライトダウンです。日本は寒いので来る時に着てきていたのと、今回は空港泊もあるので体調を崩さないようにこれを着て寝るようにします。海外の空港は割と寒いことが多いので、空港泊の際は基本的にはこれを着て寝ます。余談ですが、スワンナプームは空港内にたくさん椅子があって寝れるところが多いので、空港泊向きな空港だと個人的には思ってます。今紹介した衣類は全部ダイソーの圧縮バッグに詰めておきます。あとマスクですね。これは飛行機の中でつけるようです。あとはこの動画を撮影しているピクセル8とブルーライトカットのメガネをつけています。以上が今回持ってきた持ち物たちになります。で、明日にはこのホテル出ないと悪いので荷物をパッキングしていきます。バッグはワークマンのベーシックバックパックです。では荷物を入れていきます。まず上のメッシュポケットにパスポート、日本円とカード類、イヤホン、リップクリーム、タイバーツが入ったお財布を入れていきます。若干見づらいかもですが、入れ終わりました。下のメッシュには
コームヘアバンドニベアと日焼け止めイブ糸ようじなどの洗面衛生用品を入れます。こんな感じです。今回はこのPC を入れるスペースが空くのでダイソーの圧縮袋をこちらに入れます。こんな感じですね。外側の大きいポケットには日傘を入れます。こっち側のポケットには充電器、とケーブルを入れます。最後に余ったウルトラライトダウンをメインの収納スペースに入れて、でこの空いたメインスペースにはお土産を入れていきたいと思います。ということでメインのパッキングまでの動画は以上になります。今回の動画いかがでしたでしょうか。基本的に私はいつもこの荷物たちと海外旅行を楽しんでおります。仕事がある場合はこれに加えてパソコンとパソコンスタンド、モバイルモニターが増えます。寒い場所に行くときはかさばりますがワークマンのイージスというダウンを持っていくことが多いです。もし需要があれば今後も海外旅行の際の荷物を紹介していきたいと思いますのでコメント等で反応いただけますと幸いです。では最後におまけとして今回宿泊しているホテルを紹介します。今回泊まっているホテルがビヨンドパトンというホテルのデラックスルームになります。部屋の鍵はカードタイプ、入るとプーケットらしい青を基調としたお部屋ですね。まず何に使うかわからない椅子とどこにもつながらない扉があります。すぐ右にはお手洗いですね。タイは基本的にトイレットペーパーは流せません。隣にはシャワールームです。上からも出るタイプでなかなかいいですが、お湯はぬるめでした。ちょっと左に行ったところにクローゼットがあります。中には金庫とバスタオル、これちょっともう使っちゃったバスタオルですね、とバスローブで傘ですねがあります。ちなみに下の引き出しは特に何も入ってませんでした。洗面台の右手にはアメニティとかタオルとかですねがあります。ちなみにシャンプー類はこんな感じです。クローゼットの隣には無料で飲めるコーヒーがあり、下には冷蔵庫ですね。瓶に入った水が4本飲めます。これは3本プラス飲み終わったのが1本ですね。隣に行くと巾着に入ったドライヤーがあって、まあ、テレビもありますね。そのまま進んでいくとソファーもあります。正直使うタイミングはないですね。あとタバコを吸う人用に今カーテンしてるんですけどバルコニーもあります。ちょっと今外がうるさいのと蚊が入ってきそうなので写真を貼っておきます。こんな感じです。で部屋の中心にはキングサイズのベッドですね。シングルベッド2つかキングベッドを選べるのでキングベッドにしました。サイドにはタッチ式で消せる
ライトが2つあります。あとベッドの隣にある机にもいい感じのライトがあります。厳密な値段はホテルと飛行機代セットで取ったのでわかりませんが、7000円から8000円であることが多いそうです。タイに行く費用としては割と高めですが、パトンビーチにも近く立地は非常にいいです。外観もプーケットらしい海をイメージしたようなホテルで、屋外にはプールもあります。 Wi-Fi も速度はこれくらいで YouTube を見るくらいであれば十分な速さです。念のためこういった形で Wi-Fi につなぐこともあるので VPN は入れっぱなしにしています。以上モデル紹介でした。ということで今回の動画は以上になります。もし気になることなどありましたら、お気軽にコメントで質問いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。